市の人口270万人、広島県、京都府の人口260万人、全国の公務員の皆さんの数は350万人です。政治家自身が腹をくくる改革やれば財源もらえてきます。これをやってないんです。松添さんの問題見てみてください。松添さん、あの松添さんの問題は松添さんは悪くないですよ。松添さんはせこかっただけなんです。せこすぎただけ。あと自分の言葉で語らなかった。一番の問題はあの法律が普通に許されてるんです。違法じゃないんです。あの人がやってることは。民進党の山本さんもそう。ガソリン15周分使ったことになってます。違法じゃない。これなんで違法じゃないのと言えば、政治資金規正法っていうのは何に使ってもいいんです。要は政治家は政治資金何に使ってもいいよ。すごい緩い緩い体制で、なんでそれで国民の皆さんに増税なんですか。なんで子供たちに借金をしてるんですか。むしゃくしゃじゃないですか。まずは政治家自身が今のぬるま湯なくさないといけません。僕が大阪市長やる前に国会議員してます。だからわかります。国会議員本当に幸運ですよ。しかも維新の会、見送る改革提案してますけど全部無視。今の維新の会以外の自民党、民進党、共産党の国会議員本当にぬるま湯使ってます。幸運のオンパレード。だから役所の無駄遣いもなくしません。大阪では天下り 70% 減らしました。これも皆さんの大切な税金。全国では増えてるんです。むちゃくちゃじゃないですか。もっとちゃんとやりましょうよ。そのためには維新の会みたいな政党が必要なんです。今回の選挙、まあおそらく自民党、民進党、共産党、まあ、いずれ勝つでしょう。しかしながらここ大阪において、大阪において一つぐらいちゃんとした政党が僕は必要だと思います。政治家の幸福をなくしていこう。それで役所の無駄遣いもなくしていこう。そんな政党日本に一つぐらいやっていいじゃないですか。この大阪において、もし4人の選挙区で2つ維新の会となれば、これは永田町、霞ヶ関、東京の国会に振り上がると思いますよ。なんで大阪だけなんだ。全国的には自公対民共と言われているこの選挙制の中で、なんで大阪は維新の会なんだ、なんでなんだと引き詰めていけば、政治家自身が腹をくるくる改革を言うだけじゃなくてやってる。そして財源を生み出してる。ああこれが大事なんだなってなるんです。逆に維新の会、これ大阪でもダメだとなれば、いやもう政治家はぬるま湯使っていいんだな、やりたい方がやっていいんだな、それになります。政治家が自分に厳しくなかったら、税金も 10% じゃ無理ですよ。消費税 10% じゃ 15%、20% になっていきます。これなんでかというと当たり前なんです。政治家自身が税金の使い方適当にやってるようじゃ、それ何やってもどん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 お金がかかるんです。まずは政治家が腹をくくらないと。少子高齢化の中、皆さん騙されたらいけませんよ。少子高齢化だから増税が必要だ言ってますけれども、騙されたらいけません。まだまだやることやってないんですから。国会議員も霞ヶ関の無駄な改革やってないですから、絶対騙されたらいけませんよ。増税の前にやるべきこと、これまでやってません。赤字国債発行して子供たちに借金をつける、その前にやるべきことやってません。それをぜひやらせてください。それからもう一つ、僕が特に訴えたいのは、国と地方をもっと役割分担を明確にしてほしいんです。今我々はこのマニフェストで挙げてますけども、投資機構改革と言ってますが、分かりやすく言えば国でやること、地方でやること、もっと明確に分けて、それぞれもっと強化しないといけないんです。例えば待機児童の問題、待機児童の問題大事です。でもその偏見と財源は国が握ってるんです。おかしいんです。待機児童の問題、権限と財源、地方に渡して、地方の市長、大阪市長や大阪の知事、市長や知事がやれ、国が言えばいいんです。一国の内閣総理大臣が待機児童の問題でずっとやり取りしてる、こんな国あってはいけないと僕は思ってます。皆さんの知らないところで、もう中国の軍艦が領海に入ってきてるんですよ。接続水域にも入ってきてる。なんで騒がないんですか、国会議員。なんで保育園をした日本史のブログで待機児童の問題でわーわー騒ぐのに、中国の軍艦が日本に入ってきてなんで騒がないんです。おかしいじゃないですか。地方の問題は地方にやらせてください。権限と財源があれば僕たちはやります。国は外交、防衛、大きな経済成長戦略、
でしかできないことに注力して、もっともっと強い国、もっともっと豊かな国を目指していくべきなんです。ぜひ皆さん、地方分権、まさにこれが地方分権なんです。ぜひそれを実現させてください。まあ、そのためにも高木沙織さん、今皆さんのもとへ挨拶に行ってます。高木沙織さんを押し上げてください。今共産党と争っています。維新の会4つ目の席、共産党と争っているんです。絶対に共産党を上に上げちゃいけません。共産党はこう言いました。皆さん、NHK の日常討論を見ましたか？僕見ます。リアルタイムで見てましたけど、まあ、開いた口が塞がりませんでした。国防の予算、自衛隊の予算についてこう言いました。あれは人を殺すための予算だと言うんです。無茶苦茶です。まあ、その時自民党、公明党、大阪維新の議員はこう言いました。これはちょっと共産党さん、撤回した方がいいですよと言いました。撤回しなかった。その時僕注意持って見てたのは、民進党は何て言うのかなって見てました。そしたらその時テレビ出た山尾さん、もうだんまり何にも言いませんでした。そういうことなんです。選挙で協力するということは、自分たちの言いたいことも言えなくなっちゃうんです。政策を選択するのが選挙。民進党、共産党、政策や国家観も違うのに、選挙の時だけ一緒にやって、一緒にゲームやろうとします。こんなところに国は任せられません。それから共産党は自衛隊を圧倒というのが共産党ですから、むちゃくちゃです。今熊本に進化をして、大阪から被災者派遣、被災地の派遣をどんどんやってます。で、僕自身も熊本に行きました。熊本市長と話してきました。熊本市長はこういうふうに言ってましたよ。いやー、吉村市長、本当に自衛隊には助けられた。本当に厳しい過酷な環境の中で人命救助をやってくれた。いろんな物資を届けてくれた。お風呂も作ってくれて、よくやってくれた。熊本の被災地の皆さんはそう言ってるんです。むちゃくちゃじゃないです。それをなくそうって言ってるんですから、自衛隊。そんな共産党には絶対に負けるわけにはいけません。4つ目の席、今高木さんと維新の会争ってます。もう日本の将来のためにも、この大阪の改革、全国に広げていくためにも、ぜひ皆さん、高木沙織さん、高木沙織さんをよろしくお願いします。これからも、まあ、私も大阪市で一生懸命頑張っていきます。しかしながら、国政、ぜひ皆さん、高木さん、高木沙織さんをよろしくお願いします。大きなマイクで失礼しました。ありがとうございました。ありがとうございました。大阪維新の会の政調会のトップ、大阪市長の吉村博文よりの伝えでございました。まずキャスターの方に移動させていただきます。要するに官僚とかそういったところに対して
対して厳しく迫ることができないんです。でも皆さん、まあ、これもおかしな話ばっかりで恐縮ですけども、とうとう大阪市の会の国会議員もとうとうもう決めました。もう給料2割カットをして、そして2割カットして、そのお金を東日本大震災とか熊本の震災とか、そういったところにお金を寄付する、まあ、そういうことを決めさせていただきました。まあ、おそらく8月からはそのことが実現できると思います。そして皆さん、国会にもっとひどいことがあります。まあ、バスト1位の問題ありましたけども、まあ、あの問題なんてね、僕らから見たら、まあ、ちっちゃいなと思うんです。国会にもっとひどい問題がありますよ。これもう皆さん方知ってるかもしれませんけども、国会議員に毎月お小遣いのように配られてるお金いくらあるか知ってますか？給料とは別ですよ。給料とは別に毎月いくらお金が入ってるか、100万円ですよ。100万円、100万円が毎月国会議員に配られてるんです。これね、名目は文書通信交通滞在費という、文書通信交通滞在費月100万円ですよ。このお金、じゃあ何に使ったか報告しないといけないのかというと、報告しなくていいんです。領収書つけなくてもいいんです。皆さん方もね、一生懸命税金を払ってる、で税金払ってるし、会社やってる人はきちんと決算報告だって何でもやってますよ。でも国会で月100万円、領収書も全くなし、これが一人一人の国会議員にみんな配られてる。これ我々も何回もですね、国会でこれはおかしい、これはおかしい、安倍総理もこれはおかしいでしょ、これはもう変えなきゃいけませんよ、言ってきました。一切変えません、一切変えない。これも自民党も変えない、民進党も変えない、ね、これひどいです。公明党も変えない。こんなことが国会ではまかり通ってるんです。そりゃそんなことでやってたら税金の使い道に甘いのに決まってます。それから公用車、これのマスト1にもですね、公用車のことで問題になりました。公用車のことで、この公用車知ってますか？国会行ったら黒塗りの公用車がずらーっと並んでます。黒塗りの公用車がずらっと並んでます。全然走ってないです、走ってない。で、国会というところはね、もうほんと便利にできてるんですよ。国会があって、事務所があって、そして宿舎、これでも歩いて行ける距離なんですよ。全て歩いて行ける距離、歩いて行ける距離にもかかわらず公用車がですね、ずらっと並んでる、ずらっと歩いて行ける距離で、わざわざ公用車使ってね、偉そうなね乗り方で乗っていく人いっぱいいます。まあ、こんなことがね、国会ではまかり通ってるんです、まかり通ってる。まあ本当にね、国会議員は自分たちに甘いから、自分たちに甘いから、官僚に対しても役所に対しても省庁に対してもちっとも厳しいことを言わない、言わない。だから無駄がなかなかなくならないんです。大阪維新の会は違いますよ。大阪維新の会はこれはもう100万円の文書通信交通滞在費、これはきちんと自分たちでできることだ、公開すること。だからホームページにアップしてます、アップしてます。これホームページにね、公開したらマスコミの人は必ず見てますよ、必ず見てます。で、問題あったら指摘されます。だから僕らもちゃんと丁寧にやってます。そういうことをやってるんです。これも大阪維新の会だけ、そして企業団体献金、自民党も民進党も、まあ企業団体献金たくさんたくさんもらってます。これね、企業団体献金もらったら、そこの、まあ、特に団体とかのために仕事しなくちゃいけなくなるんです。だから大阪維新の会はもうそうい
もしれません。自民党の比例代表、どういったところから出てるのか、これはね、言いたくないですけども、薬剤師会とかですね、いろんな団体がバックについてるところがあるんです。そういういろんなバックについてる団体、国会になったら、そういうバックについてる団体のために働くんです。医師会、薬剤師会、看護師会とか、いろんな団体があります。それだけじゃないですけども、そういったところの中に働く。そしてまた、連合とかですね、組合とか、そういったところから出てる人たちもいます。そういった団体のために働く国会議員がいるんです。いっぱいいるんです。本当は皆さんたちのように一人一人の納税者のために、本当はしっかりと働かなきゃいけない。国民のためにしっかり働かなきゃいけない。国のためにしっかり働かなきゃいけない。それなのにもかかわらず、特定の団体のために働く国会議員がいるんです。だからこんなことやったらダメでしょと、おかしくなるでしょと、お金ももらってません。だから我々はどんなところに対しても厳しく言うことができるんです。ぜひ皆さん、大阪市の会、高木香里、我々も今のままの国会議員の数では発言力も発信力もないんです。残念ながら僕を入れてたった5人しかいません。たった5人しかいないんです。できないです。法案が出すことになって、ようやく初めて政党としてです、ね、認められるようになるんです。これはもう厳しいんです。だから皆さん、大阪市の会に力を与えていただきたいんです。そして僕らはこういう法案だって変えていきたい。文書通信交付社会におかしい、これも法案を作りたい。それから企業団体献金の禁止も法案を作りたい。そして教育の無償化、これもこの日本の将来、未来を考えたときに一番大切なことです。米百俵の精神とか言って小泉総理が一時言ってましたけども、教育は大切ですよ。これからの高齢者を支えていく人たちは誰か、これからの日本を支えていく人たちは誰か、それはもうこれからの子供たちですから、子供たちにしっかりと教育の予算をしっかりと投資をして、そして勉強してもらって、家庭が厳しかろうと、経済的にお金がなかろうと、いや僕は勉強したい、大学に行って勉強したい、そう思ったら大学に行ける、そういう社会環境を作っていかなかったらこの国は強くなりません。ぜひ皆さん、この日本はいっぱい課題があります。少子高齢化、人口減少、1000兆円を超える借金、東京一極集中、どれもこれも大変です。でもこの教育無償化は必ずこの日本の未来を明るくしていきます。この日本の未来を必ず明るくしていく。人口減少も少子化もこの解決策の一つです。ぜひ皆さん、大阪市の会、皆さんのお力を与えてください。高木香里、2人目の候補者です。大阪市の会からは2人を当選させないといけないんです。そしてこの大阪をぜひ東の東京、西の大阪と言われるような、そういう大阪にしていきましょうよ。ぜひ皆さん、この大阪、東京が首都だったら大阪副首都にしていく。この大阪がこの日本のこの東京のバックアップ機能をしっかりと備えていくことができる、東京と大阪の2極を作っていく、そういう大阪を目指していきましょう。そして新しい日本、新しい大阪、それを皆さんと一緒に作っていきましょう。どうぞ皆さん、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまは参議院議員東徹の訴えでございました。大阪はやってますよ。まずは教育費の無償化、これはね、皆さんのご家庭で一番家計を圧迫するのはね、多分おそらく教育費、この教育費の無償化を掲げて私たちは戦ってまいります。まずは
実現いたしました。ただいま高木香織本人が皆様方のところにご挨拶回っております。握手に回っております。どうかこの高木香織をですね、教育費無償化を目指して頑張っております。高木香織に皆様握手をしていただきまして、お力をお貸しいただきますようにお願いを申し上げます。それでは続きまして、同じ先ほどからいろいろ吉村市長、高木候補、まあ、いろいろとお訴えさせていただいてますけれども、まあ、今回の参議院選挙、大阪市議会の一番の目玉の政策は、もうこれは教育の無償化です。教育の無償化、私ももともとは教師の出身なんです。小学校、中学校、高校で実は学校の教師をしてました。それで、衆議院議員として今1期目をやらせていただいているんですけども、まあこれ本当にね、家庭の経済格差が教育格差につながってはこれ決していけない、決していけない。これは教師を経験した人はみんな本当にこの辛い苦い思いで思ってるんですけれども、まず中学から高校に上がるときに、やはりこのご家庭の、まあ、経済状況が厳しい子どもはどんなに勉強ができてもやはり進学を断念しちゃうんです。これどうしようもないんです。これそして、まあ、皆さんのお子さんたちもそうだと思いますけども、高校は国公立を受けるか私立を受けるか、で国公立を希望している子もやはり私立高校は受けるんですね。いわゆる滑り止めなんです。滑り止めで受験料も当然高い、で入学金も高い、授業料も高い。それで公立に落ちちゃうと、もう家庭がね、経済状況が厳しい子どもは進学できないんです。それで本当にね、これはね、僕は中学校の教師をやってる時にこれが一番辛い、本当に辛い、何にもしてあげれない。そして今度は高校、高校に入学した後に、まあ大体ね、男の男子の生徒は、まあ、私ここに来る子たちが、まあ、大体ね、相談するのは決まってるんです。先生ちょっと話があるんだけど、なんだ俺学校やってるんだ、なんでいや、お父さん会社リストラだった、ね、お父さんお母さんが離婚しちゃった、まあ、大体こんなパターンなんです。でこの時に今の国の政策では何にもしてやらないんですよ。これ何にもしてやらない。これがね、やっぱり今の日本の教育政策の一番の欠陥なんですよ。僕もこの教育問題は何とかしたいと思って、大阪市の会から国政を、まあ、挑戦させていただいて、今衆議院議員で1期目をやらせてもらってますけども、今度のこの教育の無償化、これが実現すると、まあ、簡単に言えばご家庭の生活、家計の中でこれ一番生活費で占める割合が子育て教育費なんです。子育ての教育費、幼稚園保育園から小学校に上がるまでの間、そして義務教育を終えて高校に進学して大学に進学するまでの間、これにかかる子育ての教育費なんです。でこの大阪維新の会が今やろうとしている幼稚園保育園から大学4年間、大学院、短大、専門学校を含めてこれを無償化にすれば、当然ご家庭の教育に関わる低減されるわけですね。でこれでいわゆる家計が潤ってくる、こういう循環を目指しての教育無償化を今目指しています。でこの政策は今まで全くその国自体は考えてなかったんですね。でそれをここに来て国自体も動き出した理由は2つあるんです。1つは松井知事が橋本知事時代から引き継いで高校の私立の授業料無償化を今行っております。これ簡単に言うと国からの就学支援金というのが出るんです。私立高校に通う子どもたちには当然所得制限がありますよ。まあ、金額にしてね1万円前後ぐらいなんです。これ私立高校というのは、大阪府は私立高校に通う子どもたちに対しては203億円の大阪府の予算で補助金としてみんな出しちゃってるんですよね。それで足りない分は全部大阪府の予算で高校の私立の授業料を無償化にしてるんですよ。これ
きゃいけない。それを大阪府は橋本松井知事に引き継がれて、今もなお今年203億円ですよ、203億円。でこれどうやって見出したか、もう、ね、皆さんもう耳にタコができてると思いますけども、知事の給料を削減して退職金もゼロにして、議員定数も削減して、議員の報酬も削減して、そして自分たちもこれだけ自分たちに厳しくやってるから、職員の皆さん、皆さんにも申し訳ないけど少し給料を下げさせてくれと、こういう、まあ、自分たちがそういう首長自身がやってるので、職員もそれについてきてくれた、そういったものの無駄遣いをなくしてきたものと、あとは皆さんが大阪維新の会一番期待している部分ですね、税金の使い道、あれはね、大阪維新の会は絶対の会を許しませんから、大阪維新の会は。そういう中でこの税金はこれだけこういうふうに使えますよっていうのをみんなオープンにする、それで府民の皆様、市民の皆様に納得いく使い方をして、そこでコツ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 生み出した財源で203億円っていう金額で私立の高校の授業料を無償化にするんです。これが今の大阪府のやり方で、もう一つはさっき広田市議会議員からもお話ありましたけどもね、まあ、やっぱり吉村市長もさすがですね、市長になってわずか5ヶ月ぐらいで、この4月1日から大阪市5歳児の教育無償化がスタートしたんです。大阪市だけですけどもね、でこれねすごいんですよ、これ幼稚園保育園私立も含めて教育無償化なんです。しかも所得制限がないんです、これ全部の子どもたちが対象なんです。これも25億円でね、僕はこの2つの大阪府大阪市の取り組みを国政で予算委員会等々で質問してきました。そして今の長谷文部科学大臣に担当直入で質問させてもらいました。大阪府はね、大阪市は決して財政なんか良くないんです、これ厳しいんですよ。これ府議会、市議会、知事、市長が頑張って自分たちの身を削って、そして皆さんの納得のいく使い方をさせてもらって作り上げてきた財源なんです。これで大阪府は一生懸命子どもたちの予算に当ててる、それを国は何の支援もしてこない、だから大阪府大阪市が独自でやってる、こんなことでいいのかと、国はどうするのと。そしたらね、長谷文部科学大臣がね、はっきりこう言いました。法律の見直しがね、3年に1回なんです、これ中学支援金っていう私立高校の補助金が、で今年が3年目なんです。それで大阪府の画期的な先進的なこの取り組みをしっかりと今検証させてもらっています。で国の財政事情はあるけれども、この大阪府の取り組みをぜひぜひ参考にして、来年の法律の見直しの時にはぜひ見直していきたい。いわゆる国がやらないことを大阪府がやっているので、国もやらざるを得なくなってきてるんです今。これが皆さんに作っていただいた、育てていただいた大阪維新の会なんですよ。そして大阪市も、先ほども申し上げましたけども、市議会議員も本当頑張ってね、給料2割ほど削減してるんですよ。これ議会の3割ばっかり目立ってますけども、そういった自分に厳しい政策を重ねていって、この4月1日にスタートした。でこれを次は国が、国の支援で4歳児、3歳児、いわゆる年中年少、そして0歳児に至る保育園の子どもたち全部に、やはり国がね、国がこれ支援していかなきゃいけない。この今、大阪維新の会は、再三繰り返し、文部科学省、文部科学大臣にも訴えています。で、これについては十分理解もしてますし、あとは財務省の問題だけだっていう、まあ、そんな段階までは来てます。ただ、今回のこの参議院選挙で、大阪維新の会が一定の議席を取らせていただければ、まあ、最低でも11議席、今現状5議席ありますから、あと最低6議席。そうすると、法案が出せるんです、法案が。この法案を出せば、大阪維新の会が出そうとしているのは、今2つあります。1つは、教育の無償化。で、なんかこう、経済政策とか、イギリス、EU の離脱で、5兆円とか10兆円とか20兆円とか、なんか景気のいい話してますけど、これみんな借金ですからね、これ借金。借金。たった3兆7000億円だけあれば、
幼稚園保育園から大学卒業するまで全部ただできるんですから、これ。だからこういった予算の見直し、組み方、こういったものをまず主張していきたい、そういった法案を一つ出していきたい。でもう一つは、やっぱりね、あんまり僕も申し上げたくないんですけど、舛添さんというのはせこい知事が多すぎます。自治体問題、この都議会、県議会議員みんなそうですよ。だからそういう意味では大阪知事、市長、そして府議会、市議会だけです。我々国会議員も正直自分の場合に使ってます、今は。正直なところ、ただこれやっぱり法案を出さないことには、自民党、共産党、民進党、公明党です、どの政党が賛成してどの政党が反対するか、これをみんなに見てもらいたい、皆さんに見てもらいたい。そういう意味ではこの大阪でやってきたことをぜひ法案として出させていただいて、その法案に自民党、公明党、民進党、共産党、これらの政党が賛成するのか反対するのかを皆さんにどうしてもやっぱりこれを見極めていただきたい。まあ、そういう意味ではこの教育の無償化ができる、できない、実現できるかどうかについても、今度の参議院選で最低6議席、それにはまずこの大阪府選挙区から浅田、高木のこの2人をどうしても押し上げていただきたい。このことを本当に皆様にお願い申し上げたいと思います。最後になりますけど、もうね、今の日本の道は3つしかありませんよ。3つしか。1つは2年半後に増税をするか、2つ目は岡田代表が言っているようにさらに国債を発行して借金をするか、で3つ目、これはね、維新ですよ、維新、改革をさらに前に進めさせていただいて、増税のことも皆様の行政サービスが、子育てがしっかりできる、きれいな法律的、効果的な予算を使うのには、やはりこの維新と大阪の改革しかないです。さあ、これを訴えてダブル選挙は過去に戻すことなく前に進めさせていただきました。なんとか今回の参議院選挙でさらにもう一歩この維新の改革前に進めさせてください。そのためにも高木かおり、どうか2人目の候補者、皆様のお力添えでなんとか参議院に押し上げてください。我が党は皆さんとお約束をしたことは必ずやる政党ですから、これだけは他の政党と違う、このことを改めて皆様にお伝えさせていただきまして、私の街頭演説とさせていただきます。長時間ありがとうございました。よろしくお願いします。衆議院議員でございました。力強い訴えでございました。さあ、日本の少子高齢化はね、本当にすごいことになってるんですよ。たったここ5年で日本の人口が何人減ったかご存知ですか。たった5年でなんと95万人も日本の人口は減っている。95万人と言いますとね、お隣の人も若いわけ。Yeah.
まあまあ聞いていただいてあると思うんですけども、まあ愛ちゃん一人も政治家ね、ここの選挙になるとあれやるこれやるそれやる、大阪の国際都市にしたい、これみんな思ってますよね。まあ、どうやってやるの、たくさんの観光客を日本の国に呼び込みたい、分かっとる国際都市大阪に、じゃあどんな政治でもやろうと思ったら大臣がいるわけですよね。じゃあ大臣どうやるの、それぞれどう政治家も行政党も自民民主共産全部だんまりですよね。もうかつて大阪というのはよくこの京橋の場で橋本前代表松井代表行っていただいたと思いますけど、もう誰が得たったりとか元が得たったりとかしがらみだらけ、既得権益、皆様の大切な税金をね、汗目で垂らして働いていただいて納めていただいた税金をバクバクむしゃむしゃ食べてる、そんな集まりの大阪でした。公務員天国とか天下り天国とか揶揄される、そんな政治にストップしたのが、この橋本前代表が立ち上げた大阪維新の会です。
やってありますから。だけどどの皆さんも毎日毎日一生懸命働いているのが一緒です。お金はないんです。そのお金の分から税金が取られるのはこの町を良くしたい、この市を良くしたい、この国を良くしたいと思うからです。それをバンバンこの社会から食べている人の経費とか団体とかある、これはやっぱり我慢できない。大阪前市長である西本徹がこの大阪維新を立ち上げたのはこの精神に基づいている。こんなことあるんやなって、思いました。国会になって、初めて。
県をしかも北海道まで見ることになると思いもしませんでした。まあ、私は、ね、その時点で、まあ、あの塔はもうダメなんだなという、まあ、もともと別にいいと思うなとも思いませんけど、まあ、この塔はもうダメなんだなというふうに私は思っております。で今、まあ、我々その塔も含めてですね、たくさん政党の候補者出てる中で2人を発表しております。先ほどの先の国会議員の中にも、ね、話がありました、何人かのことを教えてるの、一人出そうから絶対通りがないから、まあ、それじゃダメなんですね。これなんでか、私たち別にね、まあ、もちろん、ね、自分たちの議席に増やさないと議案を提出できませんので、議案提出権を獲得するために、ね、一人でも多くの参議院を送りたい、それは確かに。しかし、それ以上に我々が今、一生懸命思っていることは、私たちが2人出すことによって、共産党とか民進党とか、この国に必要のない政党の候補者を落とすことができるんです。我々が1人しか出してなかったら、自民党と共産党、公明党、そして我々大阪市に、この4議席になるかもしれなかったんですね。私たちそれでいいんですか。我々はやはりこの大阪4人という選挙区で過半数を取れる2議席を狙っていかないとダメ。それはダメか、いらない政党を落とす、日本に必要じゃない政党を必ず落とす、そういう意味も込めて我々はこの選挙区2人を両立しております。もちろんいろいろと、例えばですね、どっち入れたいねんという話もあります。我々は今、高木候補の方に申し訳しております。どちらでもいいんです。高木さんでもいいです。浅田さんでもいいです。我々2人が、大阪維新の会の候補者2人が、しっかりと当選をさせていただかない。この日本は良くならない。大阪も良くならない。それを思っています。ですから、夫婦お二人いらっしゃるなら一人ずつ、ね、世にいるなら二人ずつ、まあ、一人だったら、まあ、自分の好きな子で、結構です。入れていただいたらいいと思います。で政策の話、政策の話も少しさせていただきますと、まあ、我々は TPP、 例えば、まあ、自民党がやっている TPP ですね、まあ、今回の国会では法案が途中で委員会が止まりましたので、今国会は審議をしないということで決まりました。これもともと自民党、多くの自民党の方々が、まあ、反対をされていましたけども、政府としては、まあ、進めるということに決まっておりましたし、まあ、他には党内でいろいろあるそうですけども、まあ、前に進めるということで交渉をされました。そして交渉自体は各国のまとまったものがあります。まあ、このまとまった TPP の法案を今一度国会として審議をするという段階まで来ておりましたけども、まあ、それはいろいろと、まあ、野党の反対、まあ、民進党の方に民進党の反対もあって、ほとんど審議すらできない状態で今回終わってしまいました。まあ、我々じゃあ大阪維新の会は国会で何て言ってたか、我々この TPP を進めることによってどんな影響が実際その全国にあるのか、そういったことをしっかりと国会内で議論しないと、これからどういうことが起こっていくのかわからない中で TPP 賛成これから進めていくか進めていかないか、あ、その言った通りにやっていくのかやっていかないか決めれないじゃないか。だから我々はこの与える影響というのがどんなものなのかというのをしっかりと審議をして議論をして、その上でこの法案を通すか通さないか決めましょう、そういうふうに言ってたんですね。でも結局は、まあ、ほとんど内容が分かれてしまいで、委員会も途中で、与党を諦めて、審議が終わってしまいました。でこれまた、まあ、この次の国会で出てくると思います。でも皆さんにとってどちらの方がいいですかね。審議せずにずっとずっと反対ばっかりするのがいいのか、それとも中身を審議して精査をして一体この TPP がこの国にどんな影響を与えるのか、それを議論する方がいいのか、私は
議論した方がいいとのように思っております。私たち何でもかんでも反対するそういう政党ではありません。もちろん反対する政策もありますけども、その中でも我々は例えばアベノミクスでも、まあ選挙中にこうやって戦っている中で言うのなんですけど、別に反対はしてきておりません。アベノミクスは進めるべきだ、ただまだまだやらなかったこともあるでしょうということで、我々は提言をさせていただいております。自民党の候補者はですね、今必死になって大阪維新の会の候補者を叩いています。私たちね、国会で自民党が進める政策で、いいといったものは出てきませんと思いますから、賛成をして進めてまいりました。で、大阪ではね、もちろん感情的なものがいろいろあってね、我々が批判するのはまあ仕方がないです、仕方がないんですけども、じゃあ私たち大阪維新の会の候補者一人を受ることによって、共産党が、民進党が国会に送られることになります。まあ、この間までね、構想とかダブル選挙で、まあ、皆さん仲間でしたから、まあ、仲間内を増やすという意味もあるかもしれません。一緒に選挙やってましたから、まあ、維新で。でも、それじゃこの国のためにならないですよね。私はそう思ってます。まあ、だから、まあ、選挙戦ですから、あと批判するのは全然いいんですけど、まあ、現実的にしっかりと私たちは、何がこの国にとって大事なのかというのを忘れずに、政党のそういったしがらみ、感情、そして感情を抑えて、我々はこの国に必要なことを伝えていきたいと思っております。で、私たち本当にこの選挙ですね、2人出したから大変苦労させていただいております。しかしですね、選挙ってなんかそういうしっかりとした戦いをしないと、政策もやはり聞いてもらえませんし、これからまだあと1週間あります、あと1週間残ってます。その中でですね、まあ、我々のできることを候補者がしっかりと政策を訴え、まあ、もし、まあ、たくさん政策ありますので、その政策の一つ一つをこうやって代表で喋るということはできません。まあ、今からホームページとか、まあ、スマホ持ってる方やったら検索をしていただいたら、まあ、我々の政策も見ることができますし、まあ今回17歳の皆さんが選挙権を、17歳、19歳の方がですね、今回の選挙から投票できるようになりました。で、子供さん、お孫さんいらっしゃるのであれば、ちょっと一回調べてみてと言ったら、すぐに、若い子が調べてくれます。そういった政策については、ね、いくらでも皆さんに見ていただける、そういう YouTube を用意してますので、どうか見ていただきたいと思います。で、今言いました18歳、19歳選挙を行けるようになりました。で、この間ですね、NHK スペシャルという番組に出させていただいて、そのどういう番組のどういう内容だったかというと、18歳、19歳の皆さんに来ていただいて、政治に対してもう誰だと思っていることというか、まあ、そういう番組だったんですね。まあ、NHK がそういった番組をするのは実は初めての試み、それ生収録だったんですね。実はその生収録したやつを違う日に放送したんですけれども、その取り組みというのは NHK 始まって以来だったそうで、NHK も非常に今司会をしているという番組だったんです。で、その中でね、私一番印象に残っているのはその若い人たちの意見、それ何かというと、国会議員でそんなにお金もらっているのに高いと思わない、みんなで給料下げようと思わないんですかっていうことなんです。やっぱり言うんですね。我々国会議員、衆議院は2400万の年収です。その上に先ほど議員が言いました、毎月200万円のこれ税金がかからないと年間1200万円いただいてます。まあ、だから正直3000万近く税金がかからない、まあ、国会議員入ってるんですね。我々大阪維新の前で、この毎月100万の1200万円、これはホームページで使い道を公開させていただいております。だから我々が何を使っているのか皆さんにしっかりとお見せしております。ただその話を、まあ、若い方たちがしたら、いや大阪維新の前はそういうのを取り組みしてます、国会議員の給料
けるように法案を出してます。でも我々残念ながら少数で、他の政党が賛成してくれないとなかなかその法案通りません。言ったら若い人たちはなんで賛成しないの、自民党に言いました、民進党にも言ってました、他の党みんなに言ってました。でもね、その人たちその場では、ね、いや僕たちも高いと思ってます、私たちも下げたいと思ってますって言うんですよ。言うんだったらね、また国会中でしたから、もう明日は法案提出してくださいって言ったんです。我々今法案出してるんで、それに賛成するのでも結構ですよ、法案提出してください、私たち賛成しますからって言いました。でもね、結局その場が終わってからそんな話一切ありませんでした。でさらにもう一つ言いますとね、次100万のこの1200万の使い道は、今でも別に公開しようと思ったら公開できるんですよ。これ別に法律で公開するんですよ。これね、我々独自の取り組みで党で決めて公開してます。これもね、実は党がやろうと思えばできるんですよ。でもやらないんですね、他の政党は。全然やらない。でもそれで、ね、法律の中でもやれるんですよ。それね、でもやろうと思えばやれる。で、我々いろいろと選挙さんとかそういった公開を今までしてきました。でこれね、法案を提出しなくてもできるんですけども、ご政党はやらなあかんって言ってるんですよ。民進党さんなんかやらなあかんって言ってるんですよ。やらなあかんって言ってるんやったらやったらいいじゃないですか。いや、法案を提出してるんですよ。で、法案出さなくても自分たちでできるんですよって教えてあげてるんですけども、もうそれはね、聞こえないようにしてやってくれないです。我々ね、そういった政党があんな大きな顔してね、与党を話してる、政策を話してる、その前に、ね、やれることあるでしょっていうことで、この人たちにポスター見てください。意欲を変えなくて今ポスター書いてますよね。いやいや、ちょっと待ってください、あなたたちに言ってることは一切せん。ポスターには身を切る改革って書いてあるんですね。私それはちょっとね、これで言うなら、ね、今から無所交通対策に公開しますとかね、今まで、まあ、政調会長をされてる方が、まあ、みんなにごまかしましたよね。そういったことをちゃんと説明してください。身を切る改革って言うんだったら、やれること、今からやれることをしっかりとやってから、そういうことを言ってくださいねと私は言ってますね。まあ、この選挙戦、まあ、本当に全国的に、ね、どうなっていくかわからないです。でも、この大阪は、ね、我々言うだけじゃなくてやってきた政策もたくさんあります。それは皆さんがこのダブル選挙を、ここに行われたダブル選挙でも、ね、皆さん方が松井、吉村、知事、市長を、ね、応援していただいたということが現れると思います。私はだから、この大阪では皆さんしっかりと政治に対して向き合っていただいて、話を聞いていただいて、しっかりと皆さん知り合えると思ってます。この政治を、ね、大阪だけじゃなくて、一気に、そして全国に広げたいと思って、我々大阪維新の会、この次の選挙を頑張っておりますので、どうか皆さん、この大阪でしっかりと結果を出し、大阪だけじゃなく、全国にこの当たり前の改革を進めていきたいと思いますので、どうか。よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。100人全国、公民の学部にはいないと、大阪。
誕生して、しっかりと大阪府の改革を進めたわけです。ただね、この大田知事、なんとね、その高い公務員の給料、山ほど払い込むために、5000を超える子どもたちの貯金、返済基金という、わずかな貯金を、まあ、5000億はわずかかどうか分かりませんけれども、とにかく山ほど貯金、手つけちゃったわけです。今ね、いろんなところで共産党が、私も市会議員で議論しますが、同じようなことを共産党の市会議員が言ってるんです。子どもたちの貯金、いろいろな基金というのがあるんですけれども、そこを取り崩せとかね、前借りをしろとか、まあ、要するに大阪府で太田知事が財政を破綻させた、同じやり方を共産党がいろんなところでやると言ってるんです。だから、我々絶対に共産党を議席取らすわけにはいかない、もちろん民進党も同じなんですけれども、ぜひ、この大阪5人区ですのでね、維新2人、絶対に共産党に取らすわけにはならない、絶対にこの赤木薫さんを立てていただければと思います。大阪区長はね、とんでもない高い給料を共産党の労働組合が払わせていた、あるいは公務員の場合、60歳で定年当時はね、がっぽり退職金もらって、それからなんですよ、次の日からまた同じ役所に来て、座ってるだけの仕事にありつくんです。再任用とかね、食卓とか言いましてね、座ってるだけで時給1500円ですよ。そんな仕事あってたら、私と回しちゃいけないです。私も大阪府庁にいたとき、共産党系の労働組合から、新しい仕事を作ってくれた。子供の難病のね、受付を大阪府でやってたんですけれども、難病患者さんを抱えてると、お母さん大変ですから、郵便でできるようにしてたんですよ。そしたらね、大阪府の場合、職員のために窓口に育てるようにしろと、もうね、難病の患者さんから怒られました。本当にね、それは何のためかというと、窓口に新しい仕事ができたから、大阪府の職員が、60歳過ぎた職員が、そのために新しい仕事をできるということで、まあ、時給1500円で、1日6時間ぐらい座って、お客さんたちが2人か3人、分かりますか、まあ、まさに100人全国、国民の労働組合、共産党系、民主党系、広がった大阪府、まあね、ぜひ高木さんね、田上さん、候補を固めていただいて、絶対に共産党、民主党に席を渡したくない、そういう思いで我々、公民制度改革、やってまいりまして、高木候補には、先に上がっていただいて、しっかりと霞が関の改革、やっていただければと思います。国でも同じなんですよ、さっきのね、難病の受付と同じように、例えば、年金、あるいは今回も年金、お年寄り向けに配ったりするでしょ。3000億かかるけれども、300億ぐらいの人向けに、これがまた公務員の再就職、助けてるんですよ。いろんな形で、大阪府も大阪市もね、国も公務員の60歳以降の豊かな生活を、年金だけじゃなくて、役所から回ってくる、いろんな仕事があるんです。維新の高木薫、おっしゃっていただいたら、まずそういう無駄な仕事をやめて、そして財源を生み出して教育に回していく。あと時給1500円の仕事ね、民間に回せば大体900円くらいでできるわけなんです。そしてもっともっと効率化できるんです。大阪市に私が市会議員に来させていただいたときに、大阪府と同じように大阪市の場合は民主党系の労働組合が強いですけれども、やっぱり係長にならなくても課長並みの給料、平松市長さんは渡してました。正しい給料にしました。もう本当にね、国もいろんな形で公務員の高い給料が維持されてるんです。これにメスをつければ、大体大阪も大阪市でやったように 15% 公務員の人件費を、国家公務員も地方公務員も減らすだけで、消費税を上げることなく教育の予算がどんどん出てくるんです。高木薫のこの教育、ちゃんと財源の裏打ちはあるんです。公務員の人件費を削る、そうすれば民間若い世代にも仕事が回ってくるんです。大阪も大阪市でやったことをぜひ高木薫候補でしっかりと国政でやらせていただいて、教育の財源、
生み出したいと思います。そしてね、この先森の宮にはね、森城会場がありました。平川さんとね、建て替えをしようとしてました。大見にとってあんな便利な場所で森城会場を建て替える。我らにとったら大阪城の前に、ね、前や森城会場いらないけれども前に森城会場があるから、大阪の森の森というか御殿というのをね、増やすからとわけわからないんですが、大見のために森城会場だと変えようとしてます。まあ、いろんな形で役所は自分たちの組織を動かし、私も大見宿りましたのでね、一番言われたことは予算を守れ、組織を守れ、断るごとにいろいろな予算を取ってこい。まあ僕たちにはここからいろんな無駄な事業を持ってきましたよ。そういうのはやめろ、僕たちとは言ってね、拒否しました。あまり維新の無駄遣いをしない、こういうことで大阪は蘇ったわけです。ぜひ高木香織を押し上げていただいて、維新の高木議員をもっと増やして、霞が関を大改革して、皆様の税金を取り戻して、子どもたちに大企業わからんとないよ、借金を増やす、やめろやめろ、しっかりと福祉やりの教育の再現にしていくんです。そして教育が一番大事なんです。高木香織候補、いつも教育しっかりやりたい、教育の無償化、ただにするだけじゃないんです、都合が出るんです。とにかく大阪維新の会は教育基本条例を作って、公務員、教師のままとに自分たちのために成績の開示などをしないなどしっかり変えました。そして政治家政府の介入も止めました。ままとに維新は教育の質を上げました。値段を安くするだけではなくて教育の質を上げました。一番桜宮高校の問題、まばたにね、教育のブラックボックスですよ、桜宮高校、まばたに体罰が隠されていたのを、当時の橋本市長は踏みをかけて、しっかり踏みを出して、それがスポーツの世界にも波及して、スポーツ、いろんなスポーツで体罰が行われていました。それで、スポーツが強くならなかった、マグロ教育がいませんけれどもね、オリンピックでメダルが取れなくなった競技もあります。それが橋本徹が桜宮高校の国会議員となったことで、しっかりと改革が教育の世界にも進んだわけです。ぜひ高木香織に送り込んでいただいて、教育を無償化と同時にいつもよく絶対に裁判やいじめも許せない、そのためには頭の固いあの文部科学省と対立している、まさに文部科学省の古い対立を打ち破っていくことが必要なんです。まあ、もちろん正しいことを言っている役人もたくさんいてますのでね、そういう人たちをしっかり見抜いて、霞が関の大切なことに文部科学省を変えていかないといけません。最後に地元の問題ですけれども、この地元では小学校が教師が足りないとか、そういう問題があって子どもたちが転校させられているんです。そういう問題がありまして、今年また校舎を同時に作るんですけれども、文部科学省はたった3年後くらいの予算ですか。結局子供がマンションどん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 建っているところは、子供が増えてても3年先しか見てくれない。もうね、いろいろな学校で小学校の教室が足りないところと、余っているところがバラバラなのに、なかなか改革が進んでない。文部科学省、高木香織に送り込んでいただいたら、必要なところにはちゃんと校舎を建てていく、そして教師の質を上げていく。高木香織教育無償化を言っていますけれども、無償化だけではなくて質もしっかり良くして、まあね、今大阪の教育やっと定点から上がってきました。どうかね、高木香織押し上げていただいて、大阪維新の会をしっかり果たせていただいて、絶対に